お時間なんか。熊川イズラディオ、今日は2021年8月16日月曜日でございます。第36回をお送りいたします。 K 熊川でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。盆休みが終わって、確かね、先週のこのラジオではね、ボンやらなんやらのね、休みの間に何かしらのアクションができればみたいな話をしたかと思うんですが、お察しの通りでございますね。んだ、時間なんかよ、時間があると思うんじゃないよというんで、ね、休みも終わりまして、オリンピックも終わりまして、ね、なんだかんだ、労働、雨がすごかったっすね。まだ降ったりやんだりが、続いております福岡市でございます。家のね、窓からね、川が見えるんですよ。で、ベランダからね、川のこう水位が上がっていくのを見ながら、あのね、俺が住んでいる福岡市早良区でも、避難指示のようなものが出た地域がありましてね、もうちょっと川の上流の方ですね。俺が住んでるところは、まあね、なんとかなんとか、全国各地、水害被害がね、土石流だったり出ておりますね。またしばし予断を許さないというような話がテレビでニュースでやってました。皆様お気をつけてご安全にどうぞ。中間時っすよ。ね、盆休みは、ね、ガキたちとこもくんずほぐれつで遊んで終わりましたね。こもりで、無事終わりました。ね、雨で外にも行けないからさ、ね、大変でございますね。そうね、先週もう1週間ぐらいになるのかな。俺もまだ1回目の、ワクチン接種をやりまして、先週ね、あのいわゆる新型コロナウイルス感染症、のためのワクチン接種でございますね。1回目を終えて、この8月の末に2回目の接種を控えておるという状況今日でね。まあ1回目なんでしょうね。まあよくみんなネットとかで言われてる通りね、腕が上がらない程度の、ね、みんな筋肉痛みたいなこと言うんだ。筋肉痛じゃないよね、あれね。あ、そうそう、だから一応ね、ケイ熊川としてオピニオンと言いますか、ワクチン接種をやりました1回目、で今月末に2回目の接種をする予定でございます。でね、ワクチン接種に関しての俺の個人的な考え方、を言っておくとするならば、これはあくまで俺個人の考え方ですよ。だからそのいろいろね、なんかね、その辺もね、陰謀論含めてね、いろんなことが言われていて、ね、その中でだからね、こういうのってね、いろいろ良くも悪くもね、
いろいろ考え方、どういうふうに考えるかっていうところで、その人となり、そのそれを言う人の人となりっていうものが浮き彫りにはなりますよね。でね、俺はね、別に何だろうな、あんな怖いもん持ちたくないよっていう人がいるのもわかるんですよ。うん、全然わかります。うん、多分俺に家族がいなくて、ガキがいなかったら、でも売ってたか。俺打ったんです。打とうと思ったんですね。ワクチンを接種しようと思って、やったんですけど、それはもう俺個人の考え方ですね。自分の思う筋の通し方を考えた時に、俺はこのいわゆるコロナ禍っていうものが始まった時にね、2020年の頭ですね、1年半前、うん、こういう病気が出てきて、いろいろ世の中ひっくり返されたような、大騒ぎになりましたけれども、あの当時から俺言ってることはもう全く変わってなくて、ちゃんと自分の周りの人たちと話し合って決めて、で自分がこれからどうやって生きていくのかっていうのは、コロナに関わらず考えねばならないことだと思っているので、個人的にはすよ。なんで俺の場合は単純にこのコロナ禍にあっても、ましてや緊急事態宣言にあっても、ライブはやる、頼まれれば出る機会、出る箱があれば、機会があれば、聞いてくれる人がいるなら、俺は人前で演奏することを何があってもやめないっていう生き方を選んだんですよ、その時にね。なので単純な話です。人前に出ることをその時選んだんだから、人前に出ることの危険性を少なくする方向、だからワクチンを打つっていう選択は当たり前なんですよね、俺にとってはね。人前に出てライブ活動を続けていたのでね、実際続けているので、だからワクチンっていうものがあって、それによってそのなんていうの、これはさ、なんだろう、例えばね、枝葉の話をすればですよ、ワクチンを打っていてもその人は重症化のリスクが減る減らない、それがなんだ、デルタ株だったらどうだ、ラムダ株だったらどうなんだとかって分かんないですよ。ワクチンの効き目、重症化するリスクもそこまで減らないというような話があるのに、なんで打つんだっていう人もいぶかしがる方も あるかと思いますし、そういう見方もまたあるなと、思いますよ。思いますけど、単純な話ね、基本の俺の歩き方としては、単純にそのリスクが減るのであれば、それによって俺がきちんとワクチンを接種している、そして感染予防について何もその、否定する立場ではないっていうことを表明しないと、自分が緊急事態宣言になろうが、街へ出てライブをやり続けるっていう自分のことをちょっと言えないなと思ったんですよ、俺はですよ。みんながそうすべきとも思ってないです。みんなそれぞれ自分で考えて、感じて、考えて決めなさいよ、それはあなたが。なんでね、その選択については俺自身は全く迷いがなかったですね。売ってね、どうなるかっていうのもねありますけども、ただ単純に おそらくもう一つ思ったのはね、おそらく今後法制化されることはなくても、ワクチンを接種しているかいないかっていうことで、いろんなことを言って人の数はおそらく増えてくるんだろうなと、コロナ禍が始まった頃のあの世の中の感じを見るにですよ、でそういうものと戦っていくっていうことはですよ、それ別に俺表現でやりたいことの核じゃないので、そこを戦うのはね、俺が
歌っていること、俺の歌のメッセージについてとか、俺の生き方、俺が常日頃やっている身の振り方っていうんですか、そういうものが気に食わない、俺の生き方が気に食わないやつとは戦うけど、ねえ、だからイデオロギーとかこういう感染症なんかパンデミックなんかが起こった時に、それをどう それをどう行すかっていうようなやり方のとこで人と揉めることって別に何も生まないので、みんな自由です。打つ人は打つ、打たない人は打たない、うん、で俺は人前でライブ活動を今までやってきたので、ワクチンというものを打たないっていう選択肢は俺にとってはなかったっていうだけの話でございますね。それで安心してくださる方が一人でもいるんならね、うん、そういうことです。ただ2回目怖え、単純に4割ぐらい熱出すでしょう。怖いですよね、あれはね、とは思ってますけどね。まあ、やっていくんです、俺は。そんなことよりね、ライブをやってそれを一人でも聞いてくださる方に、その人が今把握しているこの世界宇宙というものを救いたいと、それをねやるんですよ、うん、っていう感じでございますよ。はい、うん、なのでね、いろいろみんなねありますけどね。だから前からこれ別にね、そのワクチンだけのに限らずですよ、何でも俺そうなんだけど、自由な状態ってね、選択できるっていうことじゃないですか、うん、なので選択できる状態を担保したいんですよ。唯一何か世の中こうあるべきって俺が言えるとしたら、選択する自由があるべきだっていう話なんです。それだけですね。なのでねえ、ワクチンでも何でもいいけどさ、ワクチンを打つ人が打たない人を攻撃する、ワクチンを打たない派の人が打ったやつをバカ呼ばわりするっていう、こういうことは美しくないと思います。なんでね、投票でもそうですよ、今年は参院選ありますからね、選挙がございますからね、選挙運は、当然行きますけども、俺はね、うん、それも同じように理由があって行くんですよ、うん、ね、ただ、選挙に行かない人を、ね、いや選挙に俺個人も行った方がいいと思いますよ、うん、行った方がいいし行くべきだと個人的には思いますけど、行かない人を攻撃しようとは思わないですね、逆の立場もまだしかりでございますよ、なのでね、ただパートなんかね、こだわりないんだったらもうとりあえず行って、ね、行くことの理由ぐらい自分で作ればいいんじゃないかぐらいですよ俺は、なのでね、たくさんたくさん考えて感じ取って、アンテナ張って、考えて考えて考えて、その上で不真面目に不死だらに生きようじゃありませんか。あざす。ので今週はもうさ、それでワクチンだのなんだのってやって、でね、ワクチンで、そうそう、俺左利きだからさ、左利きなんですよ俺。でギター、楽器だけ右を使うので、よく人から指摘をされるんですけどね、ライブ終わった後に飯なんか食いに行くと、箸は左ですからね、物を書くのも何でも左なんですよ基本、楽器以外全て左、で左利きなので、普段の生活のことを考えるとね、ワクチンの接種も右腕にお願いして打ってもらったんですけど、ね、右腕が上がらないっつっても、ね、飯は作るにはならんわけで、ね、そうするとなるべく腕を使わない献立みたいなことを考えたりしながらですね、
で、そうこうして、で、盆休みになればね、まあ、世の中が休みってことはね、ガキどもが、保育園も休みですからね、まだ下の子供が小さいんでね。で、もうそんな感じで、ね、そういう時間の濁流に飲まれて、過ごしました。一週間でございました。ケイクマ川の。ケイクマ川の一週間。そうそう。いやいやいや、何回これを繰り返せば俺はちゃんとわかるのか。いやね、時間がたくさんあると思ってもないんだよ。ねえんだ、そんなものは。ないんだね。時間がないね。金もないけど時間もないね。金がないから時間がないんだよね、これね。困ったもんです。何とかしてください。誰に頼めばいいんだ。何とかしてくれ。ねえ、時間があれば美しいものを作れるのに、時間と金がないから美しいものが作れないっていう状態なんですけども、時間と金がないから美しいものを作れないっていう言い訳をすると、美しいものから遠ざかるじゃないですか。だからそこを打破するには、貧乏人には情熱しかないですね。情熱。おぉ、情熱。ね、ビールを飲みましょうね。そういう時はビールを飲みましょう。いやー、そうそう、そんな感じでね、録音作業やらなんやらもなかなかね、時間が、作れねえと、いう塩梅でございますね。まあね、そこをなんとかほじくってやって引っ張り出して、今年、そうね、まあそう、うん、ああそうね、まあ今が一番そういうのはね、あのプライベート家の中的にはね、まあこのね、子供が小さい時期というのはどうやってもバタバタしますからね。だからこれからまあ若干よくはなっていくことは分かっていながらも、気の焦りもありますけど、まあそこはねゆっくり、やりましょうかね。無理っすからね、無理なもんは。その中でチャンスを見つけては何か作ったり何か取ったり、息巻いてございます。そんな感じでございますよ、今回は。頑張りましょう。ケイクマガでございました。あーさす。キリン一番搾りを飲みながら第2部でございますね。いや、第2部ってこともないんですけどね、何も話すことは特にないんですけどね。いやいや、なんだろうね、大変でございますね、いろいろね。ツイッターなんかもまあバタバタしてて、ほぼね一日に、夜寝る前にチェックをしたり、朝ね起きて、家族が起きるまでの時間にちょっと見たりとかいう程度なんですけどね。なんかおそらく、そうそう、最近なんかこう俺ねツイッター、まあ週に何回かぐらいしか投稿することがないので、あんまりフォロワーがね、まだ、そう、昔一回ツイッター、SNS の類全部やめたからさ、で、1年ぐらい何も SNS を使わない時期があって、で、このコロナだのなんだのってのがあって、2020年の頭頃ですよね、確か。あの頃に SNS で、要は緊急連絡先っていうか生存報告ですね、生存報告のためにツイッ
Twitter、SNS の利用を再開したんですけれども。でね、それも本当アカウント本当に消しちゃってたんで、また1から、なんでね、フォロワー数とかがすごく少ないんですけど、少ないなりに、やっぱりそのね、それまでにずっと親交があった方とつながっている状態で、そういう方々はすごくね、心が広いので、俺みたいなものをね、つぶやきに反応をくださるのでね。うん。だからさ、ね、何千人フォロワーがいたって、ね。だからフォロワーを増やすためにやっているわけではないんですけども、まあでも増えると嬉しい。だってその人はひょっとしたらですよ、ね、俺の音楽を探していた人かもしれないので、多分ね SNS はそういうふうに使うんでしょうよ、と思いながらね。そうなんで、その辺ね、あんまりその基本ミュージシャンとかアーティスト、何らかの表現活動をやってらっしゃる方からフォローをされたら、なるべくフォローバックをするようにしているんですけど、そのあたりもね、なんか最近何が関数になっているのか、ねえ、フォローをされることが増えてきたんですよ、最近。で、別にね、ツイッターは全然頻度的に上がっていないので、でね、ライブもそんなこのご時世ね、本数を重ねているわけでもないので、別にその、自分のファンが増えているわけではなくて、おそらくこのね、コロナ禍の中で SNS を使って何かしたいと考えている人たちが、ミュージシャンとかね、アーティストの人たちがフォロワーを増やすべく、フォローバックのためにいろんな人をフォローするっていうものにかかったのかなと、個人的に解析しているんですけど、そういうものもね、以前はね、そのあくまで何て言うんでしょうね、ある程度自分の好きなように運用したいっていうところで、それをフォローバックするかどうかっていうのってその時の気分に任せていたんですけど、最近パタパタパタっとそうやってフォローされて、でおそらくその、いや、こんなこと言っていいのかわかんないけどさ、まあ多分このラジオは誰もそのフォロワーの人たちはね、最近フォローした人、フォローしてくれた人の中でこのラジオを聞いてる人はいないと思うので、ね、多分フォロワーをたくさん増やしたい人たちっていっぱいいるじゃない、世の中に。でそういう人たちがおそらくね、リフォロー、フォローバックをたくさんもらうためにバーッとこうフォローしてみたいなことってやるじゃないですか。だからそういう部分で言えば、おそらくね、別に俺に興味があるわけでもないと思うんですけど、ね、あと YouTube をこうやってやってるから、 YouTube とか、音楽と YouTube っていうところでバーッと検索とかするんですかね、おそらく。ただ俺これラジオだからね、YouTuber じゃない、や俺 YouTuber だけど、今ね、いつだったっけ、ブラックホールの生配信のライブに何ヶ月か前か初めて出た時にね、ね、ブラックホールもブラックホールチャンネルでそうやって生配信をやったり、ね、演奏のまとめ的なものがあったりっていうのをブラックホールの公式チャンネルでやってるじゃないですか。ね、あれ、つとむさんとかヒデさんとかプランクトンとかがさ、やってんじゃん。で、その配信ライブに俺出た時に、一応カメラチェック配信だからね、それ今もアーカイブ残ってると思うんで見てほしいんですけど、その、俺カメラチェックをやったんですよ。サウンドチェックよりも。どういう画角になるのかっていうね。なんでこっちのカメラメインで視線は合わせますっていうような話だけ、リハーサルの時にしたんですけど、そうそう、そのリハーサルの時に、いや俺 YouTuber だから YouTuber だからねって言ったら、プランクトンが鼻で笑ってくれたんですけど、
いや傷つきますよね。 YouTuber っすよ、声しか出してないけど。いいじゃないですか、ラジオ YouTuber ケイクマガで。何の話だよこれ、何の話だっけ。 Twitter の話してたね、あ、そうそう、なんでそのあたりね、これからしばしこだわりなく運用したいと考えておりますんで、どんどんフォローをしてください。フォローバックします、これからは必ず、お気軽に、やってみてください。よろしくお願いします。長々とすいません、ケイクマガでございました。あーあざす。